どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとじゃったし。毎週金曜夜18時半から開場してるんですけど、今日は19時からゲームスタート、オトライブ、ゴーストオブツシマやっていきたいと思います。発売おめでとうございます。待っていた。問題なく見れてるでしょうかね。PS4 本体配信でやってるんですけど、久しぶりに。大丈夫かな？はい、こんばんは、いらっしゃい。いやね、明るさ設定から始まりますね。ちょっとね、多分みんなに見えてる画面は暗いかもしれないから、これぐらいにしておこうかな。問題なく。大丈夫。そりゃそうよ。テストしたんだから。初めての方もいるかもしれませんので、最初はちょっと自己紹介しようかな。YouTube で、ツーブロという名前でね、オトジャ、アニジャ、オツイチの3人でやってるんですけど、そのうちのオトジャが、今回、実況しております。ゴーストオブツシマ、待ちに待った。やっていくぜ。丸ボタン、ポチッとな。で、そうだな、その前にタイトルに最高難易度って入ってるんですけど、一番現時点で選べる難しいモードで私やっていきたいと思うんでね。皆さんにはぜひ私のやられる様を存分に楽しんでいただきたい。レッツゴー。お。音声出力を選択。ホームシアター、ブックシェルフスピーカー、ブックシェルフスピーカー、お？ノートパソコン的な？テレビスピーカー、サウンドバー、ナイトモード、ヘッドホン。ここら辺よくあるね。ホームシアターで行きましょう。ね、いろんな環境で見てる方多いと思うんですけど。難易度を選択、ここですね。はい、難しい。高難易度に屈せず、使用を恐れない。プレイヤー向け、はい。モードを選択。じゃあ、字幕ついてた方がわかりやすいもんね。字幕つけましょう。モードさん、ここで英語という選択。2週目とか英語ってなんだ。英語でやってみたいな。字幕付き。はい。モンゴルですね。モンゴル大帝国、帝国、大帝国。ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。お、この声は見込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモロノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ、めっちゃ来てるやん。無理無理、80だよ。こっち80人しかいないんだよ。何人よあれ。
我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。これが猛虎のやり方か。一騎打ちなんかしねえってか。侍、我に下るか。誉れなき者には情け無用。おっしゃる通り。おお、かかれ！おお、始まったー。やばい、ヒヤが。危ない危ない、当たるな当たるな。おお、ついてまいれ。大勢の仲間が。この命に代えても前進せねばなるまいぞ。ご下人、志村殿。やべえ、でもすげえな。頑張ってるぞこっち。なるものか。者ども続け。もう子供の新手だ。切り捨て。行くぞ。盾を持ってるだったこの。よし。加勢するぜ。さらに遠兵が来るぞ。まだ来るのか。よし。L1 長押しで防御。防御。よし。すげえだが、味方もやられてるな。もはや我らのみ。残された道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。本当にいねえな、味方が。いたぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。うお。
我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。チンギスハーンのか。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。おじめ、いや俺ももうダメだろこれ。ああ、あとモンゴルの人たちというか蒙古の軍は毒矢を使うって聞いたけどな。マルオス、汗の表現すごかったね。何がすごいってね、俺プレイしてる俺も汗かいてんだよ部屋が PS4 の熱で熱くて。え、丸ボタンを押す。はい、立ち上がるのだ。音じゃ、助かったが、いかにしてここへ。誰かが助けてくれたんだな。だが、もう子供、隙間を通る。よいしょ。誰かが俺をかくまってくれたな。その者が立ちも。今丸腰だもんね。ああすげえいる。ちょっと設定確認しようか。いろいろと。はい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 、ゲームプレイ。ああ嬉しいですね。操作方法が常に右側に出てるのはこれ。まず画面だね。ああ高解像度じゃなくて高フレームレート、こちらにしよう。こんぐらいかな。あとオーディオだ。あ、コントローラーの出力ね。これ皆さんの方にお届けできないので、この音は、こうすれば全部流れるかな。カメラスピードちょっと上げたい。はい、速い。オッケー。これだって多分数時間しか経ってないでしょ。めっちゃ強そうだね、ハンマー持ってる。なんてことだ。足跡までついてる。バレねえように調べる。この先に誰かいるぞ。開ける。邪魔するぞ。
誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。そうだね、誰かが。盾もあるけど、これモンゴルの人たちのだね。モンゴル兵の盾が。地獄だ。中に戻って早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。米を出せ。少しならあるから持って行って。いや、素晴らしい演技だったな。そんなことができるな。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日。島の半分が乗っ取られちまった。マジかよ、数日寝てたのか俺。でもこの人のおかげで命拾いしたね俺。言うな。後にして。くっそ、かがんで。ミニスティック長押しでかがん。危ない危ない危ない、バレるバレる、ちょ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 、危ない。どうする？こっち。無理無理無理、絶対絶対無理だ。あんな見つかったら終わりだぞ。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。かなあ、バレそうバレそう。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。生きてるの？だってねえ、バッサリコトゥーハーンに切られてたんじゃないの？くぐって。なあ、そうしておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されてる。抗うも。待って。
日。あ、さすがだな、ユナ。うん、なんで見つかりそうだよ。今なの？早く。いやいやいや、ついてるついてるくっついてるくっついてる。いいぞ。バンベイだ。屋根に登るしかない。ちょっと、ユナ、一人で行かないで。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと、武士の魂。ちょっと。体じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。どんどん下須道への道が極まれていくな。すいませんね、本当に。こっちだよ。タチを買ったやつはこの先に住んでる。まだ生きてるのか、そいつ。いるか。まずいね。いないよね。見張っておれ。俺が調べよう。タチさえあれば家の中どこかにあるはず。どこだ？隠してある？あ、これか？我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみろ。どういうことだ。ってみよう。はい、おじうえ。おじうえ、申し訳ございません。では遠慮なく。くっ、さあ打ってこい。おじうえ、もう年では。わしに当ててみよう。なる。いよ。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。全力で迎え撃ちます。を浴びて鼻を折ります。それから、滅多打ちにしてやりましょう。それは誇りのない、
安き勝利だ。あれ？主たる者、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。おら、よいしょ。画面8素早く打ち込め。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。うお、いて。守りの構えだ。守りの構え、はい。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。下で呪術、下で回復。おい。何？気力を振り絞れ。これが体力。すごいちっちゃい。左下の赤いバーが体力ってことだね。これが気力。気力を消費すれば回復したり技を繰り出せたりする。回復にも使うけど、技か。敵を倒すか受け流しが成功すると気力が回復する。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。早いぞ。遅すぎる。いてぇ。完全に受け流すのだ。おじゅうえ、おじゅうえ、はい、こ上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。何？わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。十字型に赤く光る攻撃は回避。よし、その息だ。おお、あ、痛い痛い。おじゅう、おじゅう、早いっす。おじゅう。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。ここうまく避けたな。よい切り返しだ。どうだ、いかなる武具も、いかなる兵も、打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。痛み入ります。さて、陣よ。わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。有言、有では、勘だね。おうまいぞ、陣。ここ、よいしょ。腕を上げたな。よし。え、おじうえ、私の勝ちですか。私の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に誉れ、酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れと。なんでお前、俺が勝ったら夕飯なしになるんだ。兄じゃ、守ること。己を守れぬ者ら。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。おっと、
ゲスドというものを教えてやろう。かかってこい。こっ、早すぎ。見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。おお、焦るわ。叔父上との記憶がよみがえったわ。もはや敵ではない。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。あれ、ゲスド。はは、左で攻撃対象を選べる。はいはい、はいはい、選べましたね。襲いかかろうとする敵に標的を移せ。後ろか。強すぎるぞ俺。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと、ああ行くぞ。万兵だ。一人も逃がすでない。うん、回復しよう。おお、ちょっと待て、すごい体力の減り方だ。うん、よくやった。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。いやー危なかった。馬屋大変なことになってるのはいるぞ。あ、もうなんかバレてるんだけど。オッケー。やめて、ごめんって、ごめんって、あ、ごめんって、なんなって。結果、いやー夢か。悪い夢を見ちまったようだな。行くぞ。もう弓打ってる。あいつ行くぞ。うん、もうどこ行くんだお前。さっきよくやってくれたな。そう、さすが。うん、この野郎。早い、急ごう。よし、こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？なに、そんな、そんな、どの馬って一番右のデジタルデラックス版の馬を選べます。何それ。デジタルデラックスがいるな。すごい、デジタルデラックス乗りたくなるけど。
まあ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 、どうしようかな。じゃあ前に決めようか。フィラスト、行くぞ。デジタルデラックス版の馬を選べますが、白い馬の、なんでそこまでデジタルデラックスするの。デジタルなの。すごい名前の馬だね、デジタルデラックス。まあ、あれですね、初回特典的なやつでさ。ああ、いや、俺はこの子にする。どうどう、似合ってる。名をつけねばな。名前どれにしようかな。こんないい白い色してるんだからさ、これだろう。空、変をもかけよう。ああ、空で行こう。名前を変えられない。まあ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 、この子は空で、さっきの子の時はあのデジタルデラックスにしたいんだけどな、名前。すごい移動してるね。お、来たね。金田の木。地頭は城の中だね。ユナと共に城に行け。ちょっと待ってね、操作確認したいな。おー、なんかタッチパネルで、なんか何もできないな、まだ。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。今回の、そうですね、私の皆さんにお伝えする言葉は、正々堂々正面から戦ってやろう。お、一騎打ち。敵陣に近づくと一騎打ち申し込むことができる。三角を長押しして切られる直前に三角を離せば人たちで仕留められる。志村殿を返してもらうぞ。まあ、大丈夫なの？ねえ、かけら燃やされない、大丈夫。長持ち、はい。遅い。さあ来い。お、いや、早い、あ、早い、早いね。あ、痛い痛い。回復。あれ、ちょっと待って、あれ、おかしいな。なあ、夢を見ていたようだ。さあ行くぞ。おい、こっ、しっかりもうガードしないとダメだろ。くん、おろ、連続攻撃してくるな。そこだ。くっ、よし。あ、いや、はや、あ、いや、ちょ待って、ほんとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと話だけし、あー、わかった。なんといいスピードでやり直せるものか。よし、よっしゃ。敵も柔らかいが、私も柔らかい。やったね。そう申したであろう。なに、この音何。わからぬ。だがおそらく猛虎の兵器。回復しとこう。
よくやった気力が足りてねよしああなんて恐ろしいんだまあモンゴルの兵は強かったらしいからねもうこの兵はよくやった言うなどんどん横からが撃ってくれ遠慮なくどうぞ危ない通れ進むほかないぞおおよしよっしゃ回復こっちは危ないんじゃないのこっちから行った方がいいねユナがこっちから戦ってたすごい来るよ味方だよねそれ撃ってんの多分そっちよかったユナ強いねこれ以上は無理だお主は戻れ一人で逃げ道を探しておけ叔父上を助けたらすぐに引く馬も用意しとく頼む俺が戻らねば森に逃げろよし盾は三角で崩さなきゃいけないのかよしよけてよしおじゅえの教えをどんどん思い出して戦わなければなの回避もうこの射手は矢を射る前に大声で合図して戦闘中の仲間に頭を下げさせる他の味方に当たんないようにかうつつ撃ってこないほらタイミングもう避けてる俺はよし撃つぞって言ってんのかなか一騎撃ちやげたどすんぼくしぶってこいよ遅いすぐ回復三人かえ痛いすごく痛いよし二人目、うん、ガード崩すことは聞いておるぞ、坂井人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。人。
さあどうする、酒井人。嘘、もうボス戦、ラスボスでしょあれ。来い、増強め。おお、おお、諦めるものか。あれ、ゲドウめ。ゲドウは一人で十分だ。おお、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 話が違います。やめよ、くだれ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。若様、そろそろです。ああ、今参る。自分の父親を、その、島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。辛すぎるだろう。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。
ます。わしの砦に来るがよい。迎え入れよ。今日は父に別れを告げろ。まだ生きてるのか、すげえな、主人公。父上、お導きください。風が導いてる。風の流れを追え。すげえ。ユナがいる。ユナ、ユナ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。そうだな。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに会うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢に来る。まずい。隠れなきゃ。おお。あちょ。あっ。おお、警戒されてるけど、これ。おいおいおい、これ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 、逃げるわ、ユナ。見つかった。ハーンの番犬だ。先に隠れちゃうもんね。よし、そのシャルンステイ。ネガッコイ。ジョハエルゴ。危ない危ない危ない。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るよう。しつけてやれ。あの一瞬で。おお、来た。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。
ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。高田って腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。高の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。ユナめっちゃいいやつだな。弟は絶対に助けてあげて。マジで同じ弟として。わあ、すげえ。こんなん見たらお前鳥肌立っちまうぜ。ゴーストオブツシマ。わお、鳥肌立ってる。おお、触ってる。風を感じてるな。まぶしい。ソラ頑張れ。おお、オープンワールドですからね。なんか先にいるぞ。いや、いないね。燃えてるだけ。降りるのは、島国。OK、未踏の地を見つけろ。お、これが物、これが物語。あ、その形がね。はいはいはい。お、クロードの噂が広がれば、新たな素材や能力が手に入る。お、褒美。闇討ち。ステルスキル的なやつだね。落ち武者。今何？俺の噂、落ち武者止まりってことね。こっちは？あー、弓が使えるようになるのか。石川の将。弟ね。弟早く助けた方がいいよね。広いなぁ。一応目的地としては、こっち。武士のモノノフの本懐。風の流れを追えば追跡中の地にたどり着ける。すごい、これすごいよね。ナビが風っていう、父上が導いてくれてる。今来た道を戻るっていう感じ。こっちから行けるのかな。綺麗だな。走ってる時に何も UI が出てこないのが最高。早速なんかヤバそうなの見つけたけど、これ、あ、おお、なんか花取れるぞ。進んだけどさ、おお、あんなマップをチェックすると、今のでこれぐらいか。進んだの。収集品、護符を装備すれば能力が向上する。持ってないでしょ。何もないよ。いや、なんかある。敵を倒すと体力を少し回復。そのままつけとけ。あれは、そうね。
猛虎兵だね。カタパルトみたいのあるね。これは俺は使えないのか。降りるのは丸。すごいすごい使ってみたいが、あ、なんですか。やめて、戦闘 BGM みたいな流すのやめてくれ。これ切れば、いや、ここに乗せて、そうだね、乗せたものを打ち込むって感じやな。なんか使えそうなもの、うわー、みんなやられてるよ。ロープ切っといた方がいいよな。さすがに切れねえや。ソラ行くぞ。降りなくても多分通るときに、よし、鼻ゲット。ここはどこだろうね。一騎打ち？一騎打ちなんで？もうこれ拠点？なんでもう早速オープンワールド感あるね。腕試しと行くぞ。大丈夫かな俺。一騎打ちだ。来い。できちゃう早いの方がすな。さあ来い。槍はやばいね。オッケー。待って。よけ。あっね、あっね。回復して。よし。撃たせるか。上にもいる。どこだ。あの上か。あぶれ。よし、上の先に倒さないで。やばいこれ。撃ち。どうしよう。発射やっちょ。どうすんの、これ登れる。あーお前よくもやってくれたな。ちょやめてください。降りる。おやめろ。登ってきちゃダメ。おい、うどくくちゃはるた。まだいるね。この拠点は取り戻したいね。なんだ、旗がある。あと2本。向こうでめちゃくちゃ怒ってる声が聞こえるんだけど。ティッシュ、トラリッツェ。よいしょ。さあかかってこい。痛い。痛すぎる。おお、ちょっと待ってよ。横から痛い。でもお前かい。悔しい。来い。おいよ、こっち来いよ。遅い。二回攻撃か。静岡、弓矢に気をつけながら。これが本当の横槍か。
下げやがった。だからって今攻撃が通るわけでもないのか。あっちょっといく回復の回復だ。避けて。どうどう。なんてことだ。とても強い。なんだろう。よくある誰かと戦ってる時は意外と空気を読んでくれるやつがあると思うんだけど、この世界にそのようなものは存在しない。俺はここだ。瞬時に横から来た。オッケー、行くぜ。ハザクチの悪徳な侍。うっ。さあ、まずは弓が来ない方で戦おう。ちょこい。一人ずつ相手してる。うん。次は貴様だ、こっちへ来い。そうだ。痛い。お前味方に当ててるぞ。お前あと撃つときは言わないと。あぶね。ほら、こっち来いってんだ。本当に気づいていないようだな。正々堂々戦ってやろう。危ない。警戒されただけだ、大丈夫。これがゲス道。めっちゃ警戒してるな。私に気づいてないのか。おお、すごい走る。少しでも数を減らしてた。どちらかというと槍がめんどくさいかな。先生どうぞ。うん。ほっ。なった。以上。撃たせぬ。ほっ。当たるかよ。よいしょ。 OK。 危ない。2回。ここダメ、失敗した。回復しとこう。ほい、ここだ。どこだ。おい、当たんねえよ。それは当たるかも。危ない。片付けたか。まだいるね。おじいちゃん、思ってたんと違うなって。やつに対するもののふの意味ちょっと間違えて教えてしまったかなみたいな。あがなは音じゃ。正々堂々を捨てまい。ほっ。嘘、犬もなの。犬はダメだね。もう犬はどん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 。犬とか犬の方が強い。犬の方が強い。あ、ちょ犬ダメ。オッケー。そこ。
すごい回復しちゃった。うん、犬もいるの？何をしておる？これぞゲスド。すごいすごい宝箱があるぞ。ああ囚われてる。開けられるの？ピッキングみたいのしてる。そして物資だけをいただくだと。物資だけをすみません、いただいてきます。一番手は誰だ？まだいるのか？アレッポチッシュ、ウジョーク、ザファーク、アレッポチッ。さあ来い。お前だけか？早い、出が早いね。よし、崩す。やられてるね。上りがあと一つか。まだいる。すごいいるわな、本当に。ちょっと良くない動きしてる子がいるな。ああいうのやっぱ正々堂々行かないとね。馬少し離れた方がいいぞ。後ろからバレてるけど、よし。馬よ、ごめんな。ちょ、馬、馬、ごめんって。盾持ち二人はやばいね。いてー、やったねー。一回建物の中に引き込もう。こっちだ。よし、けっ、敵ではない。あと上。おお、そんなとこから撃ってんのかお前。今行くから待ってろ。おろ。あら、また犬、また犬は困るな。ちょっと上で戦わないか。こっちへ来い。え、なんか上から切りかかれない？もうもうちょっとこっちからギーッと、うわし。やめて。どうなってる？ギリギリギリ、ちょっとギリだこれは。これは良くない。か、回復良くないですかね。する火薬が入ってる樽あったね。あれ、あれをどうやって破壊するんだ。着火、いや点火だ。早く離れた方がいいね。やだよそんなんで爆発して、爆風でやられるのは。おお、おの、の、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って。いや聞いてない聞いてない、どっから出てきたお前は。超強そう、
超強そう。いや多分無理だ。なんなら体力がそのままだとマジで非常にヤバい。はいはい、ドガー隊長。よしかいくん、いったー、えい、あーあーあーあああああああ、すぐ始まる。まずい、タンク。よし、痛い、超痛い。それ3回避けて、こいつはもう少しだ。ほっ、決まった。手汗やば。おお、取り戻したぞ。お、技量を獲得した。新たな技得得可能。ああ、なんだ、あ、びっくりした。ちょっと今空とお話ししてたのね。俺の噂がちゃんとされてるんだね。はい。あ、なんかすごい、手に入りにくいものが揃ってますよ。すごい、手に入りにくいものが揃ってるんだね、すごいね。はい。あ、しかも夕方になった。あ、いいね、景色が変わって。ということで今回はここまでです。難しい。いや、間違いなくね、難易度難しいを選んでるから何の間違いもないんですけど、もう一つのミスが命取りって感じだね。ということで次回もよかったら見に来てください。やっていきますんでね。ほんじゃまたな。